はい、こんにちは。今日は、じゃじゃーん。この、型と、じゃん、じゃん。こっちだった。これを使って、粘土の、樹脂。これね、なんていうのかな。アクセサリーを作ってみたいと思います。樹脂粘土って言うんだね、これ。一つは白いのを買いました。これは、もちろん、これ、食パンマンに使おうと思います。これだね。そして、こっちのこう、茶色いの?これは、もちろん、見てわかるよね。アンパンマンと、カレーパンマンにこれを使おうと思います。それでは早速やってみたいと思います。まずは、型を開けて、そして食パンマン。これ樹脂粘土って初めて使うんだけど、なんかベタベタするのかな?じゃあやってみるよ。見えるかな?こんな感じになってるよ。あ、結構ネバーっとしてるんだね。お、爪に入りそうだな。ちょっとこれ、ここから開けてみようかな。うまく開けれるのかな。これは難しいぞ。ハサミで切ろうと思ったんだけども、どうやらここのところがうまいこと開くようなので、ちょっと開けてみたいと思います。結構ほら、ネバーっとしてるんだけど、でも手にはほら、つかないんだよね。これを、開けていきます。なんかものすごく、餅取りみたい、お餅みたいにくっついちゃってるね。これを取ればいいのかな?これ取れ、きれいにこれは、取れないんじゃないかな。いや、これでちょっと取って、これを。で、これは空気に触れると、時間が経つと、こう、だんだん乾いて硬くなる。プラスチックのちょっと柔らかいやつみたいに硬くなるみたいです。それでは、これをちぎって、で、これを、ちょっと丸めます。はい。そして、この食パンマンのところに入れたいと思います。多いかな。こんな感じだね。もうちょっと少なくていいかな。食パンマンのとこに入れます。それではもう一つ反対側にも入れたいので、これを丸めて、そしてこれをここに入れます。ちょっとこれも多いかな。見えるかな。な感じで入れます。そして、こう、バン。ギュッ、ギュッ、ギュッと。くっつくかな。おお、ちょっとこんなところまではみ出て、ちょっと多かったかもしれないね、これ。開けてみたいと思います。おお、綺麗にできてます。あ、どうやって取ろうかな。結構くっついてるな。よいしょ。はい。こんな感じです。食パンマン。ね。やばい。こっち側の食パンマンが顔がこんなになってしまった。あららららららら。難しいね。これ取り出すとき、これそもそもちょっと、粘土が多かったかな。一回これをちょっと取り除いて、もう一回型に入れてみようかな。無理があるかな。やってみるね。これはちょっと無理だったかな。こうやって。いくよ。せーの。よいしょ。ギュッ。ギュッ。よいしょ。どんなかな?よいしょ。まあまあ、なんとかできたかな。これをそーっと取らないと、食パンマンの顔が結構柔らかいので、どうやら崩れるらしいです。あー、厳しいな、これは。ちょっと食パンマンがこう、アンパンチにやられた感じでね、こうバイキンパンチにね。こっちは可愛くできたね。こんな感じで作って、いきたいと思います。はい、できました。
ワンマン。いい感じですね。ちょっとこっち、バイキンマンにやられた感じだね。バイキンパンチ。ちょっとこうやられた感じだね。あーって感じにやられたけど、こっちは元気と。で、こういった感じで次は、それでは、アンパンマンをやりたいと思うんだけど、これを切って、結構これも同じようにネバーっとしてるので、とりあえずこの辺からバサッと取ってみようかな。色はこんなんだし、なんかキャラメルの柔らかい感じみたいな、ほら、感じだね。キャラメルの柔らかい感じみたいな。よし、こんな感じだね。これを一発でやってみようか。アンパンマンのところに入れて、反対からアンパンマンのところに入っていって、これね、えい、ちょっとこれも量が多かったかな。ここまでは綺麗にできるんだよな。ここから取るときアンパンマンが綺麗に取れればいいんだけどね。よいしょ。あ、やりました。見て。なんかアンパンライオンみたいになってるね。アンパンライオン。反対から見ると、アンパンライオン。あ、なんかこのままでもかっこいいな。ダメかな。みんないい？やっぱダメか。じゃあ、アンパンマンは丸いので、丸く切ります。よいしょ。あんまりね、こう顔のところを触るとアンパンマンの顔がね、結構簡単に潰れちゃうんだよね。よし。はい、じゃじゃじゃーん。まあ前も後ろもアンパンマンの顔ができてるっていうのもちょっとおかしな話なんだよね。やっぱり後ろは普通はアンパンマンはね、つるっとしてるからね。でもこれの方がちょっと変わってていいかもしれないね。アンパンマンとアンパンマン。ね。で、こういったものを乾かしておくと硬くなって、食パンマンとかアンパンマンも可愛くできていいと思います。じゃあこれを乾かしておくと、ここにね、キーホルダーとかをつけたりすると、キーホルダーになったりするんだよね。みんなよかったら試してみてね。じゃ、またね。みんな動画は楽しかったかな？じゃあ次の新しい動画が見れるようにチャンネル登録しておいてね。また、おすすめの動画は上の3つの動画になります。ハテナになっているので、どの動画がいいか探してみてね。